天気だね。対地のところでは水戸もしっかり歌が抑えてますからね。高、うんね、につながるセガスプリント中央、うん、狙っていった。おお、同点。素晴らしいシュート。松本凪、いや、すごいシュートでしたね。今見事に枠内にコントロールしてきました。からのプレス、連動して鳥海が奪った。前を向く鳥海、左の長谷川へ。長谷川のシュート。ここよく取り替えが取ったと思います。本当に今最後落ち着いて、また中盤での奪い合い、三平が空いているスペースにめがけてドリブルしていく。三平、宮崎純馬、落として後ろから聞いた。歌か、完全に崩しました。興奮先制点。素晴らしい崩しでしたね。ビューティフルゴール。先制に成功。町田の牙城を崩しました。本当に流しての連携、林田が粘る、そして鳥海前向き。鳥海、三平、反転、三平左足、5点目が生まれました。甲府、三平の技あり、今シーズン4点目。この方はこのダブルボラッチというのをまあ、いい選手多いので、はい、でまだ差が埋まってないとは思うので。長谷川です。長谷川、中央使う、中へ抜け出す、取り返しシュート。今日2点目が生まれました。4対0。取り返し今日2ゴール。素晴らしいスピーディーな入り方でした。その直接対決では甲府に軍配。さあ、そして宮崎がボールを持った。宮崎フリーになって、右シュート決まった。そうですね、時
間使いながらだった、まあ、ゴールキックはっきり、まあ、これで失礼しました、交代の枠を全て使い切っています。おさあ中央から突破を図る、そのまま左足ブロック、まだあるぞ、中村が行く、そしてジェツリオ、甲府神がかり、ジェツリオが決めた。これが勢いの持つ力か。もうロングボールからでした。です、ね、これ松本選手がよく競り勝ってね、竹富選手よくこぼれ拾って、中村選手もねいい運びからシュートでね、落ち着いて最後よくジェトゥーリオ選手にねここ柔らかいボール落として狙いすましてシュートでしたね。これ甲府の執念っていうのが実ったようなシーンですよね。まさに勢いのあるチームのゴールです。強い、強いよ。